大開きの特徴はですね、すべて自分の手で作るっていうことが基本です。手で作れないものは自分の手で作った道具を使って手の延長として考えるものだと思います。一般的に陶芸っていうのはろくろを引いて、それをまあ削って仕上げて大きな窯で焼くっていうのが一般的な陶芸ですけども、大開きの場合は、小さい窯でまず一人の人間で最初から最後までの全てのプロセスをやり遂げるっていうのがまず、比べたら違うことですし、手びねりによって作ったものをその削って、自分の作った道具で削って仕上げる。今度焼く時にも、飴色の釉薬っていうのが大開きの特徴と言われています。まあ、あと渦の文様を彫るとか、大開きの魅力はですね、例えば茶碗を手に取ってこう目つぶって感じる時には、自分の手の感覚とか耳での感覚とかとか 目を閉じると優れてきますよね。そうする時にこうどこが正面だとか、二度回して見たら裏側から飲む場所がちゃんと手跡がついてるんですね。で、まあ、そういう写真で撮ってもビデオで撮ってもどんなにデジタル化が進んだとしても多分こう五感っていうのは撮りきれないだろうなって思うのはそういうところですね。茶道と工芸の関わりはですね、やっぱり茶道っていうのは教えです。まあ、バイブルですね。でそれは家元とか各家元、それから各茶人がいろいろ考案して400年間ぐらいの、まあ、蓄積で今僕らのところ伝わってるわけですね。でそのバイブルを壊してはいけないんですね。これはやっぱりあの千利休が、一番最初に大切なこと100ぐらい言ってるんですけど、その中の一つに聞く作法を守らずしても離るるとても元を忘れるな、守破離っていう原点です。要は基本を知っているからこそ破る、それを破っていく行為してもいいよと。でそれからまた距離を取って違う世界に行ってもいいよっていうルール説明をしています。そうですね、まあ、お茶っていうのは、まあ、ただ単にそのお茶を飲む行為ということもあるんですけれど、やっぱりその道というつく茶道というものは、まあ、最初にお辞儀から始まって、草さばき、いろんな割に栄光というものをしていきます。それから、まあ、手前の所作ももちろんですが、客の所作もしていって、ようやくそのご自身がお茶を人をお呼びする、もしくは呼ばれるということになっていきます。まあ、そうなると例えばお道具一つにしても、掛け物一つ、お花を入れる、まあ、全てにおいて亭主は客のことを思いながらやらなきゃいけないわけですね。でそうすることによっていろんなこう例えば工芸とか魅力であったり、いろんなものを使ったり、あとは季節感、お茶はやはり季節感というのはとても大事です。春夏秋冬の季節に自分がどうやっていて、どういう花を入れる、まあ、花を入れることによってその時の季節、その一瞬というものを捉えるわけなんですけれど、まあ、そこで季節感に敏感になりながら、まあ、自分が自然の中に生かされていると、生かされているところにお茶そのものを頂戴するということが感じられるということですね。前田利家から始まる前田家 その文化政策というのが特に大きなわけです。前田利家というのはもともと千利休と交流がありましたし、その後の三代
そして五代義経、綱紀公という方は特にいろんなお茶の総称なんかと交流があります。で特に晩年にですね、義経の晩年に、ここにおられた千宗宗室居士という裏千家の四代目、千利休居士のひ孫にあたる方ですね。その方が茶具茶道奉行として、金沢に携わると、約40年間金沢と京都を往復されて、官藩に仕えられるわけですね。利休の侘び茶というものをですね、加賀藩に伝えられた。でその時の日記というか手控え帳があるんですが、例えば加賀八家の方をお呼びする商人、儒学者、医者、町人、いろんな方をお呼びしてこの場所でその侘び茶というものを教えられる。侘び茶で、皆さんが交流するということをなさっておられるわけです。であとはその江戸時代の前田家というものはそのまんま存続したと。それで明治を迎えたというのが大きなわけです。あとはやはり戦災にあってないと、町が燃えてないということがとても大きなことだと思いますね。町並みがそのまましっくりとしっとりと残って、文化の香りがそのままずっとこう風が吹いているという居心地が、金沢の、石川の風情ということだろうと思いますね。加賀藩は、加賀五彩とも言われる多彩調、いろんな色を使った、作品が、特徴になっております。自然の、草花なんかをモチーフにした、写実的な、柄をですね、絵画調に、多彩で仕上げていくのが加賀藩の特徴になっております。虫食いと言われるような葉っぱを虫が食べたような様子であったり、ぼかしの、グラデーションの表現を、多彩に使って花を奥行き感あるような草花を描いていっております。金沢には今130名ほどの友禅の作家がおります。でまた分業でその他染めや糊置きを行っているたくさんの職人たちによって作られています。でこの作家はですね、一人一人が個性を持っておりまして、それぞれの絵であったりとか、それぞれのモチーフの捉え方、それぞれの色を持って、個性豊かな作品を作っている。これが加賀友禅の魅力になっているかと思います。金沢はですね、前田家の武家文化の中でいろんな工芸技術が育ちました。でその技術をしっかりとこう現代でも受け継ぎながら、それぞれの作家がそれぞれの個性を持って今も作品に取り組んでいる。自分でこうモチーフを探して自分が感動したものを作品の中にこう埋め込むように一つ一つ手作業で作り上げていっている。これが加賀友禅の最大の魅力かと思います。絹の織物地に絹糸や金糸や銀糸で刺繍を施します。種類的には15種類ほどありますが、用途によって手法は選びます。中でも私は逆ら縫いが好きで、粒の連続の手法なのですが、それが線の表現にもなりますし、集めると面の表現にもなって軽やかな、新たな刺繍の表現ができると思って割と使う手法です。
手でする作業ですので、思ったように縫えなかったりもしますね。だからやっぱり一針一針集中して同じリズムで縫うことがふさわしいと思います。やはり技術的には揃ってることがいわゆる綺麗な刺繍だと思いますけれども、手刺繍の良さを感じるようにやっぱり勢いとか艶とかそういうところが大事かな、難しいところかなと思います。生涯続けれる終わりのない、まあ、自分との戦いではありますが、それを、まあ、自分もさることながら私の作品を見ていただけるたくさんの方に出会えるってことは、まあ、この仕事をしてよかったなと思います。Thank you.